はじめましての方もこんばんは。最近僕の知らないところで、とある動画サイトで僕の動画がいっぱいアップされてることを知って、焦って眠れない男ゆうちです。デカールの身内にビリビリ動画で貴様の動画がアップされているぞ、と話を聞いて、見てみれば、確かに上がっているんですよね。しかも結構再生されているのがちょっと悔しい。そこで、俺もアカウント作ってきたぜ。まあ、まだむつみの動画しか上げてないのだが、今までの動画も順次字幕をつけて上げていく予定だ。YouTube、ビリビリ動画、お好みのサイトでこの動画を楽しんでいってほしいぜ。とまあ、このチャンネルでは僕のアホな日常を語る動画ではなく、ガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルです。よかったらチャンネル登録よろしくな。それでは今日作るプラモを見ていきましょう。今日作るのは G フレームミーティアです。とうとうこいつをなんとかする日が来ちまったようだな。そしてこの動画は後編にあたります。前編の動画はストライクフリーダムと女神デバイスのむつみのミキシングになっています。気になった方は見に行ってくれよな。そして今回はこの前編で作ったストライクフリーダムをミーティアにくっつけていくってわけだぜ。さて早速改造と行こうと思うのだが、せっかくなので少しだけ可動域をチェックしていこうぜ。まずはこの状態、ミーティアリフトオフする前の状態だな。まだ戦闘状態になっていないというのにこの迫力すさまじいぜ。ここから中央の部分を開いて後ろの引っ掛けに装甲を引っ掛けると本来のミーティアの戦闘状態になるぜ。ちなみにこの腕のビームサーベル保持できないと思っちゃいないだろうな。根元にカチッとはまる部分があるため稼働させることができ、さらにこの大型のサーベルも保持できるってわけだぜ。さらにこのサーベルの横やウイングパーツなどについているミサイルポットは全てハッチをオープンすることができるぜ。そして真横についている小型ライフ、小型ではないな、このライフルも根元がロールになっているため回すことが可能だ。さらに後ろのブーストウィングは細かな微調整が可能になっているぜ。大きい割には結構動かすところが多く、なかなか楽しめるキットになっている。そしてなんといってもこのディティールの細かさ、なぜ食玩で売っているのかと疑問に思えるほどのディティールの細かさ、はっきり言ってすごいぜ。ふーん、そしてこのミーティア、この大型サーベルもしっかり付属しているぞ。カイバー、これを装備することによりミーティアはさらに巨大化するのだ。これで貴様の棚も圧迫すること間違いなしだぞ遊戯。ああ、そろそろ棚を作らないとやばいぜ。うーん、だが貴様には棚よりも心配なことがあるようだな。ああ、そうだ。貴様には我がブルーアイズの恩もある。今回は手を貸してやろう。俺はジャンクの山からこのカードを呼び覚ます。いでよナラティブガンダム A 装備。ナラティブガンダム A 装備だと？うーん、そうだ、この足を使いストライクフリーダムの腰をいたわれ。カイバー、お前の考えは分かったぜ。いいぜ、今日はこのナラティブガンダム A 装備を使ってミーティアをかっこよく仕上げていこうぜ。では改造いくぜ。さて、まずは確認だ。確認するとびっくりするぐらいナラティブの足がぴったりだぜ。しかし、パーツの干渉があるため、ニッパー、いや、新機体超音波カッターで大雑把に邪魔なところをサウザンドナイフ。しかし、切りやすいため超音波カッターでの切りすぎには注意が必要だぜ。さらに、足のブースターがつく部分には、ソルラプターのパーツをかさ増しし、パーツの干渉をさらに防ぐぜ。だが、パーツをワンクッション置いたことにより、ここに妙な空間ができてしまう。ここには、ナラティブの腕部の装甲を、3ミリのプラ棒を使い増設。うーん、だが、しかし、増設のために邪魔な装甲をカットするが、装甲間の隙間が出てきてしまうぞ。そんな時には、下地のパーツにマスキングテープを貼り、増援というパテを持っていき、コンボ攻撃をするぞ。これによりパーツの隙間がなくなり、綺麗な仕上がりになるぞ。
しかも下の装甲は汚れず剥がすことが可能なのだ。ふう、よく乾燥させたらあとはお好みに形を整えるのだ。勇気やるな、カイバー。なら俺はこの整った足に何の付属だったのか忘れたこの関節を仕込んでいくぜ。足の内側に4ミリの穴を開け、そこにキュービのパーツと関節を融合させた関節パーツを4ミリのプラ棒で足に融合。そしてこの先端に伸びた部分をミーティア本体にはめていくってわけだぜ。そしてこのジョイントをはめるためにミーティア本体に4ミリの穴を開け、台座などで使う関節をはめ込み、ミーティアとナラティブをくっつけられるようにするぜ。はめたのがこんな感じになる。ここにムツミがドッキングするってわけだぜ。ふーん、だがそのナラティブの装甲はこのミーティアの装甲と比べてディティールが少し少ない。そこでこのウェーブのタガネ 0.1 ミリから 0.3 ミリでディティールを細かくするのだ。ああ、わかったぜ、カイバー。まずはシャーペンでマーキングをし、マークした部分をデザインナイフで軽くなぞり、溝を作るぜ。そこに 0.1 ミリのタガネで筋彫りをし、できたら表面を鳴らすためにヤスリがけをするぜ。次に再度同じ場所に今度は 0.2 ミリのタガネで深く掘っていく。そして深く掘れたら再びヤスリがけをし、最後に 0.3 ミリで 2,3 回掘ると綺麗なモールドになるぜ。ふーん、さすがのディジーラップと言いたいところだが、甘いぞ遊戯。このミーティアの一部パーツは完成した状態で届いているが、よく見ると汗せ目が目立つ。そんな時にはこのパーツセパレーターを使い、可能な限りパーツを分解。その後はミスターセメント SP を流し、いつも通り合わせ目を消していくのだ、遊戯。わかったぜ、カイバー。溶剤をよく乾燥させたらペンサンダーにスポンジヤスリを貼り付け、一気に表面を整えるぜ。さらに消しづらい合わせ目の部分にはタミヤエポキジ造形パテという造影を塗って合わせ目を消していくぜ。そしてこの作業、一見簡単そうに見えるが、ミーティアという巨大モビルアーマーなため合わせ目処理に相当な時間がかかるぜ。そして合わせ目が終わったら筋彫りだぜ。ミーティアの既存のモールドの浅い部分を彫り直し、後で墨入れをしやすくしていくぜ。バリなどが出てきた場合は爪楊枝で少しこすってあげると効果抜群だぜ。だが表面も粗くなっているためヤスリがけも大切だ。さらに下処理をしていたら少し腕部を改造したくなったため、内面に3ミリの穴を開け、コトブキアの関節を組み合わせ穴にはめ込み、もう反対側には本来のビームライフルを取り付けるぜ。これが改造した腕部だ。なかなかいい収まりになったぜ。さらにこのナラティブのミサイルポットがもったいないため、このパーツの下底をサウザンドナイフし大きさを調整。穴が開いてしまった下底には1ミリのプラ板を貼り付け蓋をするぜ。あとは電動ドリルで3ミリの穴を開け、3ミリのプラ棒を通し2つを合体。これでマルチロックオンをした時さらに敵をロックオンできるってわけだぜ。これで大体の下処理は終了。一度ミーティアを見てみようぜ。ふう、さすがのデカさと言いたいところだが、さすがだ。ちなみに飾る台座は一本だと折れそうだったため、ナラティブの足にも支えをつけたぞ。やるな、カイバー。これで盤石っていうことだな。ふーん、ならば俺は一度細かい塵やゴミを一度激流走、その後持ち手に持たせよく乾燥させるぞ。ああ、よく乾燥させたら塗装行くぜ。さあ行くぜ。まずはガイアマルチプライマーアドバンスで塗装の食いつきを良くさせるぜ。その後一部メタリックになる部分にはミスターフィニッシングサーフェイサーブラックを塗っていくぜ。ふーん、ならば俺はブースター周りにスターブライトシルバーを塗り、
さらにその上から純色シアンを塗ることにより綺麗なブーストが出来上がるぞ。美しいぞ。なら俺はミーティアのブーストはマスキングをし、一部パールカッパーで金色に染め上げ、ついでに腕部のカメラアイの部分を GX メタルイエローグリーンで塗るぜ。さらにブースター周りはマスキングをし、スターブライトアイアンを塗るぜ。よく乾燥させたらさらにマスキングをして、スターブライトシルバーでメタリックを塗り分けるぜ。ふう、やはりやるな勇気。ならば俺はミスターフィニッシングサーフェイサーグレイを一部塗り、その上にライトブルー、ウォーカーブルー、ピュアホワイトを使い、水色を塗るぞ。そしてさらにマスキングをし、ピュアホワイトにコバルトブルーを足し、白装甲を塗っていく。よく乾燥させたらマスキングテープを貼り、白装甲を3段階に塗り分けしていくぞ。これでどうだ遊戯。さすがだなカイバー。なら俺はその白装甲がよく乾燥したらさらにマスキングテープを貼るぜ。さらにマスキングテープを貼るだと。そしてコバルトブルーとローズディップを使い、一体造形になっているミーティアのパーツを青く染め上げるぜ。こいつもカイバーの白の装甲と同様に3段階に塗り分けるぜ。そして忘れちゃいけないビームサーベル、こいつにはプリズムパステルピンクブルーを塗り、その上から純色マゼンタで色味を調整したぜ。これで大体の塗装は終了。マスキングをしまくったミーティアのワンプがこんな感じだ。このマスキングをするのに1週間以上かかったぜ。だが今この封印を剥がすぜ。一見剥がし方が雑だと思うが、ガイアマルチプライマーのおかげで塗装の食いつきが良く、こんなに雑に剥がしても塗装は剥げないぜ。そしてマスキングを剥がしたのがこんな感じだ。若干はみ出している部分はあるが、そこは再びマスキングをして修正していくぜ。これで大体の塗装は終了だな勇気。ここからは筆などによる部分塗装だ。まずはタミヤ墨入れブラックを使い、モールドに墨入れをしていくぞ。はみ出してしまった部分にはエナメル薄め液を綿棒に浸らせ拭き取っていくと効果的だ。なら俺はミサイルの先端などにエナメル塗料のレッドで塗り分けをするぜ。そしてデカール、デカールは市販で売っているデカールをいい感じに貼り合わせていく。そしてさらに今回はデカールの身内がミーティア用に用意してくれたのがあるので、こいつを使用していくぜ。インクジェットを使っているため、使う前にクリアのトップコートを拭くぜ。よく乾燥したら他のデカールと同様に水につけ貼り合わせていくぜ。そして最後にトップコートだ。クリアとツヤ消しをハーフに混ぜ全体に塗っていくぜ。これで全ての作業は終了ということだな勇気。さあやつやつ、ああ行くぜカイバー。俺の美少女ミーティア召喚。
さて、いかがだっただろうか、今回のミーティアは。まあ、僕はとにかく心身ともに疲弊しました。特にマスキングでね。ですが、ライトアップしたミーティアを見た時は、すべての苦労がなかったかのようにテンションが爆上がりしましたね。だがしかし、もうしばらく巨大プラモはいいかなって思ってます。さて、今回の動画もこんな感じ。今回の動画も面白かったよ、楽しかったよって思った方は、チャンネル登録、熱い高評価、熱いコメントよろしくな。長かったぜ。今夜はゆっくり寝るぜ。もう一人の僕、相棒。君、寝ようとしているのかい？そろそろ限界だ。最近鳥がさえずる時間まで粘っていたからな。ダメだよ、君は眠れない男ユチ。次のプラモが君を待っているよ。さあ机を見てみなよ。何？これは来てしまったのか。さあどれから行く？どれにするか迷っちまうぜ。しかし鳥がさえずる時間までやるのはやめておこう。体を痛めるぜ。皆も体に気をつけてプラモを作っていこうぜ。それでは次回の動画でまた会おうぜ。またな。